平野翔の勾玉、ガン・ユータの鏡、神宮寺・ユータの剣。平野翔のスピリチュアルな力、岸・ユータの現実への視点、神宮寺・ユータの力強い意志、三種の神器が映し出す彼らの真の姿。INZM というミュージックビデオが公開されると、ナンバーアンダーライン愛の三人のメンバー、平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの顔に描かれた特別なシンボルが瞬く間に SNS 上で話題となりました。 それぞれのシンボルは2を意味しているのか。なぜこれらの象徴が選ばれたのか。そして彼らのストーリーやメッセージにどのように関連しているのか。これらの疑問が多くのファンの心をかきたてました。この記事ではその謎を解き明かすとともに新たな視点や仮説を提供し INZM に込められた深い意味を探っていきます。まず3人のメンバーがそれぞれ持つシンボルについて考えてみましょう。 SNS 上で多くのファンが注目したように、平野翔が身につけていたのは、勾玉・岩優太が、鏡・神宮寺雄太が、剣でした。これらのシンボルは、日本の三種の神器として知られる伝統的な神宮に対応しています。三種の神器は、天皇が持つべき神聖なアイテムとして、日本の歴史や文化に深く根付いています。勾玉は霊的な力を象徴し、鏡は真実や精廉さを、 剣は力や勇気を表しますこのようなシンボルが選ばれた背景には、彼らが担う役割や個性が反映されていると考えられます。平野章が象徴する、マガタマは、古代から日本の信仰や精神世界において重要な位置を占めていました。マガタマはしばしば魂の象徴として解釈され、神聖なエネルギーを持つと信じられていました。その形状は、生命や自然のサイクルを示唆するとも言われ、 円やの形を連想させます平野翔がこのシンボルを身につけていることは彼がグループの中でスピリチュアルな側面や人々の心に深く訴えかける存在であることを示唆しているのかもしれません彼のパフォーマンスはしばしば感情豊かで見るものに強い印象を与えることからこの解釈は特に説得力があります次に岸優太が持つ鏡について考察します鏡は 日本神話において最も重要な役割を果たしたアイテムの一つです。特に、アマテラス・オオミカミが天の岩戸に隠れた際に、神々が彼女を外に誘い出すために使用した鏡は有名です。鏡は真実を映し出すもの、あるいは現実を映す媒体としての役割を持っています。岸優太がこのシンボルを選んだ背景には、彼自身がグループの中で現実的な視点を提供し、 バランスを取るるる存在ででであることが示唆されていいのではないでしょうか彼の冷静で安定したキャラクターはしばしば他のメンバーを支える役割を果たしておりその点で鏡の象徴性と深く結びついていると考えられます。最後に神宮寺勇太が持つ「剣」について触れましょう。剣は古代から戦いや力の象徴でありその存在は物理的な力のみならず精神的な強さや決断力をも表します。 日本神話では、スサコレ男名がヤマタのオロチを退治した際に得た転送運犬、後の草薙犬は、まさにこの象徴の代表格です。神宮寺雄太がこのシンボルを持つことは、彼がグループの中でリーダーシップを発揮し、困難な状況でも前進する力を持つ人物であることを暗示しているのかもしれません。彼の存在感や強い意志は、ファンの間でも広く認識されており、 こののシンボルとと関連性が高いと考えられます。これらのシンボルが3人のキャラクターや役割にどのように結びついているのかを理解することは、INZM の真相に潜むメッセージを解き明かす鍵となります。しかし、これらのシンボルが単にキャラクターを表すものであるという解釈だけでは、彼らが伝えようとしているすべてを理解するには不十分です。さらに深く掘り下げて考えると、 これらのシンボルが物語や神話とどのように関連しているのか、またそれが現在の社会や文化にどのような意味を持つのかを探る必要があります。INZM のミュージックビデオには、日本の神話や伝承が散りばめられていると言われています。例えば、三種の神器を象徴するシンボルが登場することは、日本の神話を現代に蘇らせる試みとして見ることができます。現代においてもなお、 これらの神話や象徴は私たちの文化や精神に深く根付いており、その存在は時代を超えて人々の心に訴えかけます。このビデオを通じて、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、これらの神話や伝承を新たな視点から再解釈し、現代の観客に届けようとしているのかもしれません。さらに、このビデオには他にも多くの謎が隠されている可能性があります。例えば、なぜこのシンボルが選ばれたのか。 そしてそれが物語や歌詞とどのように関連しているのかという点です。SNS 上では、多くのファンがこれらの謎を解き明かそうと様々な考察を行っています。例えば、神宮寺優太がライブ中に描いたカタツムリの絵が、自分のシンボルである剣や他のシンボルとどのように関連しているのかについての議論も盛んです。これらのシンボルやビジュアルが単なる装飾ではなく、何か深い意味を持つものであることを示唆しています。 一方で、これらのシンボルがファンにどのような影響を与えるのかも興味深いポイントです。シンボルが持つ力は、単にその形状や意味だけでなく、それがどのように使われ、どのように受け取られるかによっても大きく変わります。ファンたちは、これらのシンボルを通じて自分自身を見つめ直し、新たな視点を得ることができるでしょう。特に、平野章の勾玉が象徴するスピリチュアルな側面や、 キシユタの鏡が映し出す現実の一面は、見るものに深い思索を促します。私たちが今まで見てきた要素をさらに深く釣りすることで、新たな視点が見えてくるかもしれません。例えば、INZM のミュージックビデオには、三種の人理だけでなく、日本の他の神話的要素や象徴も取り入れられている可能性があります。これらがどのように物語の中で機能しているのか、 またそれらが現代の若者文化にどのようなメッセージを伝えているのかを考えてみましょう。現代のポップカルチャーにおいて、過去の伝統や象徴を再解釈することは、しばしば新しい価値や意味を生み出す手段として用いられます。特に日本の若者文化において、アニメや漫画、さらには音楽やファッションに至るまで、古代の神話や伝説が新たな形で表現されることが少なくありません。INZM もその一環として、 古代のシンボルを取り入れることで現代の観客に対して強いメッセージを送っているのかもしれません。このような再解釈は、単に過去の象徴をそのまま引き継ぐのではなく、それを現代の文脈に適応させることで、全く新しい物語や意味を想像することができます。例えば、三種の神器が象徴する力や霊性は、現代においてどのように解釈されるべきなのでしょうか。一部のファンは、 これらののののシンボルが今日の社会での個々の役割や価値観を反映してていいると考えていますマガタマがスピリチュアルな成長を示し、鏡が自己認識や真実の追求を、剣が社会的な力や変革の象徴となっているとすれば、それらは単なる古代のアイコンではなく、現代の我々が直面する課題に対する答えを示唆しているのかもしれません。また、このビデオに登場する他のシンボルやビジュアル要素についても考えてみる価値があります。 例えば、三匹のカラスやヤタガラス、ヤタガラスのモチーフは、古代から神聖視されてきた鳥であり、天と地をつなぐ存在とされています。ヤタガラスは特に、日本の神話において重要な役割を果たしており、神々の使者として描かれることが多いです。INZM のビデオにおいてこの鳥が象徴するものは何でしょうか。おそらく、それは彼らが新たな時代の先駆者として、 伝統と現代をつなぐ存在であることを示しているのではないかと考えられます。さらに、ビデオに見られる色彩や光の使い方、カメラのアングル、そしてダンスの振り付けなども、シンボルの意味を深める要素として注目すべきです。これらの視覚的要素は、シンボルの象徴性を補完し、視覚的に強い印象を与えることで、見るものに深い感動を与えます。特に、三種の神器が一体となるシーンや、 シンボルが輝きを増す瞬間は、彼らが一つのユニットとして力を合わせることで、さらなる強さや意味を持つことを暗示しているのかもしれません。さらに、このミュージックビデオが公開された時期や状況も、これらのシンボルの意味を解釈する際に重要な要素となります。現代社会は急速に変化し、多くの人々が不安や混乱を感じています。そんな中で、古代の象徴や伝承が再び注目されるのは、 私たちが過去の知恵や教訓を再発見し、それを未来に生かそうとしている証拠かもしれません。INZM のビデオは、そのような時代の流れの中で、見る者に何か重要なメッセージを伝えようとしているのではないでしょうか。この記事の最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。これらのシンボルが持つ意味をどのように解釈しますか。また、ナンバーアンダーラインイのメンバーたちがこのミュージック、 ビデオを通じて伝えようとしているメッセージは何だと思いますか私たちが見落としている他のシンボルや、隠された意味があるかもしれません。皆さんの考察や意見をぜひシェアしてください。この謎を解き明かす旅は、ただ始まったばかりです。もしかすると、これから公開される新たな情報や映像によって、さらなる真実が明らかになるかもしれません。期待とともに、さらなる探求を楽しみにしています。